は YSK プロジェクトです。意気込みをお願いいたします。一番ガリガリな2人がチームになったと思いますので、ようやく筋肉を必要にしない種目だと思いますので、優勝目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。今日も朝から20キロを走ってきました。記録で戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。中さん、どう見えてんの？ん？どう見えてんの？お前今打ってるじゃん。俺当たってる？動きが。はい、どうぞ。ガードを使って。勝った？勝ちました。もうやるな、うまいよ。KO 4つ取りました。強いよ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。久しぶり。来れるんですね、家ですから。一応。あ、来れるんですか。2週間隠られた後の今ってこと。今、ああ休みました。うん、懐かしいなこの空気感。絶妙な間があるんだよな、なんか2人には。仲が悪いから。仲悪いんだから。仕事させてもらって。気まずいから。はい、ということで、今回またこれ、新しいやつですか？これは、これ何味が。玄米茶ラテ。新しい色どんな？色はなんか抹茶っぽいね。これ水？水割り。水割り。水割りでいただきます。はい。ああ本当に美味しい。いや俺ミルクティーより好きかもな。なんで？飲みやすいですよ。うん、めちゃくちゃ飲みやすい。ゆうきさん感想言いたい。感想言いたいです。で言いたいよね。毎回さ言わしてくんないからさ、うん、今回頼む。さすがにな。ちゃん。そうあのミルクティーをめっちゃ飲みやすくて飲んでるんだけど、それより俺好きかもしれない。ティー、うん、シリーズ他にもあって。佐々木さん的にはどれが一番でもこれ結構美味しい。玄米茶だ。こっちを前回のイベントの時にあーだってはい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 、これ持って帰っていいですか？あ、持って帰ります。でもめっちゃ飲んでますから僕2つくらい今シーズンでなくしたから、うん、一番でかいです5キロで多分なくしますめっちゃ飲んでます。1日2回は毎日。佐々木さんあの動画見てないからあれなんですけど、見てないと思うんですけど、結構 YouTube でマイプロを取り上げてます。インスタ取り上げない代わりにね。インスタ行くんですよ、ね、そして教えてあげる。じゃあインスタに載せてもらって間違いない。今日載せる。今日載せる。ということで今日もまあ楽しいイベント終わって、はい、これから帰るということで、じゃあまた半年後くらいですか。佐々木さんに会うのなんかイベントみたいになってる。SNS 頑張れば、はい、また佐々木さんイベント呼んでくれるんで頑張ります。そうですね、あのさっきも話したんですけど、またイギリスに行けたら、ね、そうですね、行けたら、うん、来るのは遅れないんで。あ、なるほど、前回の悔しい思いがあるので、はい、完全に陰気になっちゃったんで。アンジュフラミラークの写真です。はい、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。